こんにちは、手刺繍フィーカイズミです。刺繍の基本を配信する9回目の今日は、針に糸を通す方法です。刺繍って針の穴に何本も糸を通すので、この段階でくじけてしまいそうになる方も多いんですが、慣れれば簡単に通るので、諦めたくなるかもしれないんですけど、乗り越えてほしいなと思います。それでは説明していきます。まず一度通してみます。では一つずつ解説していきます。糸の端を針のお尻の方にかけます。で軽く引っ張ってピンと糸を張ります。ピンと張った状態のまま、糸も針もつまみます。指で押さえたまま針だけ取ります。指の中で平らになっている糸を針穴の方に近づけていって通します。最初に糸を平らにするのはこの細長い刺繍針の穴の形に合わせるためです。なのでこの平らにした状態をキープして針の方に持っていきたいので、こう先に指を開いてしまってはこう意味がなくなってしまいます。平らの状態のまま針の方に持っていくと通しやすいです。真上から見るとこんな風になってます。今私は右手に糸、左手に針を持ってるんですが、逆の方が通しやすい方もいるかもしれないです。針を右手、糸を左手に持って、やり方は同じです。針のお尻に糸をかけて、軽く引っ張ってピンと張った状態のまま指でつまみます。で針だけ取って、ぺたんこのまま、糸を針の方に近づける。試してみて通しやすい方の手でやってみてください。あと例えば3本取りの糸を針に通した時に、2本だけ通って1本通らなかったとか、そういう場合は、もう1回3本全部入れ直します。2本だけ先に通ってる穴に1本だけ通すとかは難しいです。なので、通った2本も抜いて3本まとめてもう1回入れ直す方が入りやすいです。というわけで今日は針に糸を通す方法でした。刺繍針ってサイズがいろいろあって、太い針は針穴も大きいので糸が通りやすいんですね。でも例えば2本の糸を太い針に通して使うとかはあまりしないんですね。布の厚みによってはそういうこともあるんですけど、ちょっと特殊なケースで、だいたい2本取りの時は細い針、6本取りの時は太い針を使います。で来週は、そういう針の太さ、サイズの選び方の話をしようかなと思ってます。それでは来週も木曜の朝10時、 YouTube と Instagram で更新です。今日もありがとうございました。来週もよろしくお願いします。